ビジョンズオブマナ。その声が届きますよ。精霊の力が集まってきたで。道はここまでだね。これじゃあ女神様のとこ行かれへんや。本当にこの道で合ってるんですか？フェアリーも適当なことを言ったものですね。もちろん正しい道のりですよ。白帯の竜姫バディス、こんなところにいたんだね。あなたも
私もこの者たちもこれより先いかなる未来へと赴くのか見定めねばなりませんか。バディスもトレントと同じ女神の使いなんだよ。この先への生き方を教えてくれませんか。私は未来の番人、この先へ進めるかどうかはあなた方の答え次第。あなた方の前には様々な選択肢があります。それは分かっていますね。はい、巫女を送り届けること以外にも何をすべきか選ぶために知りたいことがあるんです。どうか女神様に会わせてくれませんか。真実を知り、それを受け止め、何を思うか。真実？世界の真実を知るに足る力があるのか。私が知りたいのは、心の奥深くより湧き出る思いなのです。さあ、全身全霊で伝えなさい。その思いがあなた方の進むべき道を見せてくれるでしょう。思いだけじゃダメって。ならばお見せいたしましょう。リマに私たちバディ君、僕たちから目を離さないでよ。もちろんです。さあ始めましょう。ヒッ、全てを焼き尽くす最悪を破壊せよ。なんやで。早めです。わかったとか。答えてみせよう。オラウィーヴ。未来を求めんとするとき、足かせになるのは過去。横島な知識を破壊せよ。問いかけか。ならばお返しするまで。思いをぶつけます。最後まで見てて、バディス。光の巫女であれば真実を見極められるはず。そなたの真実を見つけよ。バルフ、見極めるんだ。よく考えるんです。早めです。力使わせてもらうわ。思いは伝わりました。因果を断ち切る強き思いを持つ者、そのような存在が現れることを私たちも願っていました。あなた方はきっとマナの女神を助ける存在となるでしょう。さあ、迷わずこの先へ進んでください。バディス、ありがとう。白胎の竜姫、この目で姿を見れるとはなんと貴重な経験でしょう。謎かけにも興味が尽きず夢中で観察してしまいましたよ。興奮するのはいいが、
マナの木が近いんだ。気を引き締めろ。もうすぐ女神様に出会えるのですね。緊張します。この辺りは変わってないね。魔物もいない。ファディールの頃からずっと同じままだ。ついにここまで来たわね。マナの木はもうすぐそこ。ついにたどり着いたのですね。巫女の旅の終着点か。でも僕たちは魂を捧げに来たんじゃない。女神様と話をしないと。巫女たちが来たわよ。コーダ。コーダ。君は聖域の森人だ。聖域の中に人間がいるなんて知らなかったよ。俺は四年体だ。人間よりも精霊に近い存在だと思ってくれていい。お前たちに分かりやすく言うのであれば、初代魂の森人といったところか。よくバディスの試練を乗り越えたな。故郷ティアナより来た俺の子孫バリオ。僕のご先祖様。大昔にティアナの者が女神の森人をしていたから、魂の森人もティアナから選ばれるという習わしでしたね。つまり彼こそが森人の先駆けであると。俺のやるべきことは今も昔も変わりはない。マナの女神を守ることだ。そうだ、コーダさん。女神様はどこにいるの？すぐにでも相談したいことがあるんです。俺のことはコーダでいい。外の事情はトレントやバディスから伝わっている。こっちに来てくれ。今から女神に会わせよう。ここで僕のご先祖様に会えるなんて驚いたな。よし、コーダの後についていってマナの女神に会おう。なるほど、なるほど、うん、よっしゃ。僕はバル。そして周りにいるのは仲間たちです。女神様、魂を捧げる前に僕らに少し時間をくれませんか？封印されていたディロフォロスが復活して神獣の封印を解いて回っています。ディロフォロスは女神様に復讐しようとしとるんや。なんとかせなあかんねん。それに女神様にも聞きたいことがあるんです。ディロフォロスのことや痕跡のこと、僕の力についても。女神様、うちらの話は嘘ちゃうで。女神様、魂を捧げる意志はあります。ただこの世界の現状を放っておくことはできません。
話しかけても無駄だ。女神は深い眠りに落ちている。あの時眠りについてから目を覚ましたことは一度としてない。女神がこんな事態に陥っているなんて、さすがに小生も知りえませんでした。これまで聖域に入り出て行った人間はいない。誰も知らないのは当然のこと。まさか頼みの綱の女神が眠っちゃってるなんて、これじゃあ八方塞がりだよ。こうだ、女神様はどうしてこんなことに。バディスはお前たちを認め選択を委ねた。だから教えるべきなのだろうな、女神に何が起きたのかを、この世界の真実というものを。女神様の身に一体何が。こうだから話を聞こう。さあ。おやおや。太古の昔、この世界をファディールと呼んでいた頃、世界は5つに分かれていた。精霊界、人間界、神界、冥界、樹界、5つの世界の間をマナが絶え間なく流れていく。それがファディール、平和の世界だった。しかし人間が醜く争い始め、マナの力を乱用した。ファディールのマナの循環は乱れ、5つの世界の均衡は崩れた。人間界に集中したマナを奪うため、深海で暮らしていた神獣が暴走を始めた。世界の境界線が壊れ、世界は一つになった。マナの循環が完全に途絶え、神獣の暴走も本格化した。人間が続けてきた長い争いの果てに神獣が暴走してしまったんですね。女神は神獣に蹂躙される人間たちを憂いた。そこで英雄ディロフォルスにフェアリーを使わし、聖剣を与え神獣の討伐を命じた。ディロフォルスは役目を果たし、8体の神獣を倒した。だがその後、聖剣を返さず女神と敵対した。セルリアは死んだから。それでディロフォロスは変わってしまったのか。ディロフォロス自身も大切な人を。彼はセルリアの死を受け入れられなかったんだね。そうだな、セルリアのいない世界に意味はないと奴はそう言って女神に剣を向けた。無理やりに統合された世界の維持のため、女神は自身の全ての力を回し眠りについていた。だから聖域の守り人である俺が大精霊たちの力を借りて奴を迎え撃った。結果はこの通り。相打ちと言えるかどうかも微妙だな。奴を巨石に封じたが、俺は死んで死念体となった。俺にもう少し力があればな。ディロフォロス、僕と同じ痛み。こうだもん。
入り口のあの巨石、コーダがやったんだね。そうだ。だが封印は解かれてしまった。ディロフォロスを封印後、俺は大精霊たちと力を合わせ、奴の力を分割し、神獣のいる地に封印した。しかし、ディロフォロスの持つ恨みは強いものだった。封印した力が周囲を淀ませ、異常な現象を引き起こした。火は噴火し大地を焼き、風荒れ狂い、翼あるもの地に落ちる。水は濁り、生命は死に向かい。土は腐り、命あるものは石となる。木は枯れ、種も生まれず脈途絶え。光はまばゆく、境界は曖昧に。闇深くなり、魔物があふれ。月、時乱し、命あるもの理性を失う。人間たちはそれを神獣の災いと呼んでいるが、あれは紛れもなくディロフォロスの呪いだ。なんと、我々は災いを神獣のせいだとばかり。まさか一人の人間の思いがそこまでのものを引き起こすとは。強い思いは流れを生み出す。それにディロフォロスは聖剣からも力を得ていたからな。大精霊たちは奴の力を封印した地において呪いの進行を食い止める役目を持つ。だが世界が一つになった影響でマナの流れは歪み、循環しなくなってしまった。マナが循環しないことで大精霊も本来の力を発揮できず、被害は広がる一方だった。やがて災いを憂いた人間たちの間からマナの女神への祈りを捧げるミコが現れた。彼らは呼ばれるようにマナの木へ旅立ち、そして自ら魂を眠る女神へと捧げた。強い思いは流れを生み出す。ミコの魂によってマナの循環は一時的によみがえった。マナが循環すれば大精霊の力が戻り、呪いが抑えられる。だからミコは4年に一度選ばれるんだ。ミコがマナの木へ行かないと災いが起きるのは、そういうことだったんだ。聖域を訪れたミコは、俺が痕跡に変えて女神に捧げている。ミコ、痕跡に？バル、お前の持つ力は俺の持つ力と同じ。本来この力は魔物をマナの循環に戻す力だ。ファディールの時代はそのようにしてマナの循環を守っていたんだ。じゃあ僕の力は、ヒナは？バル、遅かれ早かれそうなる運命ではあったのか。そうだ、ミコが必ずたどる道だ。マナの循環のためお前たちの痕跡は女神に捧げられる。お前が持つ土のミコの痕跡も合わせてだ。アイザネ、そうすることできっといつかは女神も。なんだ聖域の結界が。どうした神獣たちがマナの聖域の結界を破ろうとしているみたいだ。ディロフォロスの仕業か？大丈夫なの？心配には及ばん。神獣程度が相手ならばこの結界は破れるものではない。
諦めたようだ。よかった。ディロフォロスの姿はありませんでしたね。神獣をけしかけて牽制のつもりでしょうか。やっぱり神獣やディロフォロスをこのままにはできないな。あいつら野放しにしてたら世界がめちゃくちゃになっちゃうしね。いつまでも女神様に甘えているわけにはいきませんわ。元は私たち人間の問題です。大切な人たちがいる世界は私たち自身で守りたいものだ。これまで3体神獣を倒してきたんや。あと5体くらい分けないで。こうだ、僕たちミコが魂を捧げるまでどうかもう少し待ってほしいんだ。必ず残りの神獣を倒してディロフォロスを止めてみせるから。花から俺にお前たちをどうこうする力はない。やりたいようにやってみろ。選択はお前たち人間が行うべきことだ。俺は聖域の守り人としてのお役目を果たすのみ。それに新たな流れであるお前たちならその先の可能性があるかもしれない。その先の可能性？いや、忘れてくれ。とにかくディロフォロスが聖剣を持っている限りその力で奴は女神に復讐を果たそうとするだろう。それなら僕たちがディロフォロスから聖剣を取り戻すよ。災いも聖剣の力で何とかできるかもしれない。聖剣だってあるべきところに戻した方がいいでしょ。土の巫女の痕跡はお前たちに預けておく。巫女の意志も尊重したいからな。随分コーダに期待されてるみたいね。大変な道のりだけど頑張って。あのバディスが認めた奴らだ。俺だって人間の可能性にかける覚悟はできている。お前たちのやることに力は貸せないが代わりにこいつの力を解放してやろう。記されています。まさかこの目で見られるなんて。あれがラムコの本来の姿ってとこなのかな。神獣の元へ向かうならこれが最も早くて確実だ。さあ行け、巫女たちよ。ありがとう。どこへでも移動できるわね。ラムコ、おっきくなったな。うちらをみんな乗せて飛べるなんてほんまに頼もしいわ。フラミーの力の解放は一時的なものよ。地上に降りたら元の姿に戻るわ。力を借りたいときはこの風の太鼓を使ってね。うえぇ！さて、ここから先はどうするの？まず小生をロロバッツに連れて行ってもらえませんか？ラムコがええでって言うてんで。それじゃあまずはロロバッツに向かおう。ラムコ氏の許可も下りましたし、ロロバッツへ向かいましょう。ロロバッツなら神獣の情報も集められそうだね。行こう。
の太鼓、ラムコのゆかりのもんやろか。ともあれ、これからはますますラムコの力を借りることになる。こんなに風を切って飛んでいるのに寒くない。ラムコさんの毛並みの良さのおかげですね。地上にいるとすごく広いなって思うのにね。ラムコ氏、素晴らしい乗り心地でしたよ。さーて、小生は聖域内で見知ったことを書物にまとめようと思います。神獣退治は手伝ってくれないの？小生も大いに悩みましたよ。しかし、神獣の討伐は皆さんにお任せできますが、起きたことをまとめるのは小生が適任ですからね。一理ありますわ。まとめるのはいいけど、あんまり広めないでね。コーダにとっても大切な話なんだから。ご安心ください。まとめたものは適切に管理いたしますよ。おや、書伝帳に巫女の一行、ご無事でよかった。神獣がマナの木を襲ったと聞いて気の気でなかったですじゃ。この通りピンピンしてますよ。女神様の結界のおかげです。どうやら神獣復活の知らせはすでに受けているようですね。神獣たちが今どこにいるか突き止めていますか？災いの眠る地にそれぞれ散っていきましたの。風の神獣ベイオロスは風の谷ロングレンに、月の神獣トートーマーニは月の町エテラナに、水の神獣ガンドーンは水の都エリスタニアに、木の神獣ファウルクスは木の里ビラルスに。諸子も各地に赴いて記録を始めておりますとも。はて、復活した神獣の中には火の神獣バルキベルもいたはずですが。火の神獣については知らせを受けておりませんな。存外眠りについたのかもしれません。それならそれで好都合。皆さん、まずは4体の神獣を倒すべきでしょうね。各地から異常なマナの流れを感じるわ。どこから行ってもいいと思うけど、急ぎましょう。なんと、フェアリー様では。よければ羽の模様を模写させてくれませんかの。私たち急いでるから。それじゃあ行ってくれよ。アシも頑張ってね。はい、また後ほど合流しましょう。まずは4体の神獣を倒していこう。順番はバルが決めてよ。分かった、急いで向かおう。準備を整えよう。
気分転換になったね。カリナ、お役目はどうしたのだ。ちょっと、いきなり説教。魂の守り人様もじゃ。どうしてマナの木へ向かっていないのだ。こんなにも風が乱れておる。巫女が魂を捧げぬから村が滅びようとしている。この風は復活した風の神獣のせいや。うちらは神獣を倒すためにマナの木から戻ってきたんや。風がここまで乱れているのは風の神獣によるものか。神獣がどこにいるんか教えて。風の社じゃ。だがあそこに向かうことはならぬ。支流に続いて他の者まで行方知れずになっては困るからの。支流が？なんで助けに行かへんの？風の神獣によって社への道は塞がれた。我々も散々手を尽くしたが、あれはどうにもならん。お前たちにもできることはない。マナの木へ戻り、お役目を果たしなさい。せやから、うちらの今のお役目は神獣を倒すことや。ロングレンの力になりに戻ってきたんよ。神獣を不用意に刺激してはならぬぞ、カリナ。これ以上話しても拉致があかんみたいやな。神獣の居場所さえ分かれば村長なんて用なしや。みんな行こう。はよ風の社に行って資料も助けてやらんとね。村長さんとカリナは相変わらずだな。風の社の方にカリナが行ったみたいだ。合流しよう。俺のせいで風の社に行かれへんわけか。風の神獣が飛ばしてきたものみたいね。警告のつもりかしら。もうや、フェアリー、おったんかいな。この風じゃ私もなかなかね。それでこの大岩どうするの？何も問題あらへんわ。だってフラミーならこんなんひとっ飛びやんな。よし、出番やで。ラムコ、フラミーになるんや。あれ、ラムコどうした？調子悪い？
ひょっとしてフラミンになりたくない？まさかラムコ、風の社に行きたくないんか？でも風の社ってラムコがもともと住んでたところって聞いたけどな。昔うちが風の社で修行してる時にラムコと出会ったんやけどな、突風に煽られたラムコをかばった時に大怪我して、うちはそれで翼を片方なくしてしもたんや。村におった頃からラムコは風の社に帰ろうとせんかった。ひょっとしたらあの事故を思い出してしんどかったんかも。はよ死竜を助けたいけど。心に負った傷は治る速さもそれぞれだ。今は別の方法を探そう。ありがとうな。しかし別の方法か。登ってみますか。村にとっても不便そうだし、大岩をどうにかしてあげたいな。すでに手を尽くしているという話だったが、みんなで一斉に押してみたらいいんじゃない？僕たちも混ざってさ。ビラルスより住民は多いし、村中の人を集めればなんとかできると思うけどな。確かに強風の原因もわからん状況じゃ、大岩を動かすのに気合が入らんかったかもしれへんね。よし、うちがみんなを説得してくれ。大岩を動かす手伝いをお願いしてくるわ。最初にこの村で出会った頃とは大違いだね。せや、あの頃のうちと違うって見せてやるんや。みんなはここで待っててな。喧嘩にならないよう気をつけるんだぞ。心配してくれてありがとな。バシッと決めてきてやるわ。ラムコも待っててな。うちらとロングレンのみんなでどうにかするから気にせんといて。村長と、それからお父さんお母さんと、あとは風のカンナギたちに声かければ村のみんなも動くやろ。しっかりし、カリナ。みんなの説得、ヒバリア。風染めの腕は上がったか？4年後にフェアリー呼ぶのはみんなやで。もうそうやってすぐ意地悪言うんだから。練習しようにもこの風じゃとてもできないわ。それもそうやな、今のはうちが悪かったわ。それでどうしてロングレイにいるの？風の巫女のお役目は？みんなに頼みたいことがあってきたんよ。風の社への道を塞いでるあの大岩をどかしたんや。ダメダメ、あれはもうどうしようもないよ。何度も頑張ったけど全然動かなかったし。ロングレン中の力を合わせたら絶対にできる。うちは社に行って風の神獣を倒さなあかんねん。風の社に行くつもりなの？あそこに行ったらカリナまた怪我しちゃうよ。いろいろ言い訳ばっかやな。村がこんな風のままやと風染めも一生うまくならへんで。風染めってカリナだって散々村のみんなを振り回してきたじゃない。フェアリー様を呼ぶ風染めも全然やらなくて、結局ちゃんとやってくれたからよかったけど、戻ってきたと思ったら今さら大岩をどかそうなんて。やりたいなら一人でやってよ。もう凪のわからずや。ほんならそこで大岩を見とき。言い訳を重ねるより実際にやるやつが偉いって教えてる。今のはうちが悪いやろ。あの時に風染めをせえへんかったのは、シリュウとラムコ以外村のみんなが嫌なやつやって思い込んでたせいで。いや、今さらそれを謝ってもただの言い訳や。言い訳を重ねるより実際にやらなあかんやろ。カリナ、
旅に出るまでのうち、ほんま嫌なやつやったな。ニコらしい気迫が出てきたやないか。背筋も前よりビシッとしとる気するわ。で、あかんあかん。なんでミコのあんたがここに？お役目はどうしたんや？まさか逃げ帰ってきたんとちゃうやろな。ちゃんとお役目は果たそうとしてるわ。なんなら他にも重要なお役目を任されて戻ってきたんや。重要なお役目やと？エアシロにいる風の神獣を倒すんや。それで村のみんなにあの大岩をどかすのを手伝ってほしくてな。そらすごいお役目やけど、あの大岩はねえ。どんだけ動かそうとしても無駄やったんや。それに大岩をどかしたらカリナ神獣に盾つきに行くんか。無茶して死んでもうたらどないすんの。せっかく巫女になれたのに。二人はまだうちを信じてくれへんのやね。神獣を倒せると思ってくれへんし、お役目から逃げたなんて疑うし。あんたが逃げ帰ったとか言うからや。だってしゃあないやろ。旅立った巫女が戻ってくるなんて前代未聞や。もうそうやってすぐ責任転嫁して。二人とも全く変わらんな。口を開けば説教か喧嘩ばっかや。それを言うんやったらお前もやろ。無茶言うか不満言うか喧嘩ばっかりや。はいはい、いつものが始まったわ。もうええわ、二人には頼らん。そこでずっとグダグダ話してたらええわ。カリナ、もううちってアホちゃう。二人の機嫌の取り方、旅の間に忘れてしもたんか。機嫌が治るにも時間かかるもんな。ああなった二人をどうにかするより他を頼った方が早いわ。もう少し素直に言えたら違かったんやろか。どうしたカリナ、わしはもう用なしではなかったか。用ができたから戻ってきたんや。村長が言ってたの、あの大岩のことやろ。うちらも力を貸すからみんなであの岩をどかそう。カリナ、申し出はありがたいが、たった数人増えたところで無駄じゃよ。それに下手に刺激して神獣の怒りに触れたら、岩で道を塞ぐ程度では済まないかもしれぬ。でも分かってくれ。村長としてここに住む者たちをこれ以上危険にさらしたくないのじゃ。それじゃあいつまでたっても神獣は倒せへんやん。なんで村長は神獣に抗おうとしひんの。ドラゴン族にまつわる逸話がある。我々が空を飛べなくなったのは風の神獣のせいだと。風の神獣ベイオロスに翼を折られ、ドラゴン族は地に落ちた。伝説では翼で済んだが、次があったら。そんな大昔の話やろ。それにこのままじゃ風の社に行った死竜はずっと戻ってこられへん。死竜のためにお前が傷つくことはない。風の巫女のお前に何かあれば女神様に申し訳が立たぬ。村長、死竜を見捨てるんか。村がずっとこんな荒れた風のままでええんか。もはや流れる風に身を任せるのみじゃよ。ほんならええわ。村長には頼らん。
このことなかれ主義、消極的、白状者。こら、好き勝手言いよって。やっちゃった。協力を頼むはずやのに反発してしもたわ。村長にも村長の立場ってものがあるもんな。みんなをこれ以上危険に巻き込みたくないってのもわかる。わかるけど。頼みの綱が全滅や。これ以上の当てを探したところで風向きは変わらんような気がするわ。悔やんでもしゃあないな。バルたちに正直に言わへんと。事実は事実や。みんなのところ戻って伝えよう。アリナが謝ることじゃないよ。ダメやったのはうちのこれまでの行いのせいなんや。うちは村のみんなを信じてなかったけど、うちからもみんなの信用を得ようとせんかったんやなって。そもそも巫女になりたいって言ったのもお役目ついでに世界を見たいって野望があったからな。うちが誰より風を理解してるって考えも村のみんなには怒りってやつに見えてたかもしれへん。カリナ、うちはほんまにロングレンのことを思ってた風の巫女やなかった。でも今はみんなと旅したおかげで変わったんや。心の底からこの村を世界を守らなあかんって思ってる。世界中のあちこちを見て知った、いろんな場所や出会ったいろんな人、全部なくしたくない。村人総出でお願いされんと村救う気起きませんなんて今のうちは絶対に言わへんよ。うちの故郷を助けたいって気持ち、せめて行動で示したい。どんなに無茶なことでもみんな力を貸してくれへんか。まったく、カリナを慰める歌を考えてたのにさ、自分で立ち直っちゃうんだもんな。カリナさんの思い、きっと皆さんに届きますよ。今は村の人も大岩を前にくじけているかもしれませんが、すぐに和解できずとも時が解決してくれるものさ。きっとカリナの気持ちは届くよ。カリナの、僕たちの本気を見せよう。それがロングレンを動かす風になると思う。ほんまにありがとうな。ラムコーイ、そこで見とって。さすがにこの人数では。大丈夫、きっとこのまま行けば。やっぱりこれやる気だけじゃ厳しいわ。うわ、みんな、なんでこの子って。もっと可愛げあるお願いの仕方覚えるべきよ。母さんそっくりや。あんた後で覚えとき。カリナ、ごめんなさい。私たち意地を張りすぎてた。あなたがロングレンのことを思ってるって分かってたはずなのに。もう老体には応えるの。村長、無茶したらまたぎっくり腰なるで。心
配よりも言うべきことがあるじゃろう。みんなありがとう。この調子や。やだやだ、お着物が汚れてもうたわ。やればできるもんなんやな。うちらも諦めが早すぎたか。風の大精霊陣も我らを励ましてくださった。村のみんなの心が一つになったからじゃろう。カリナ、そして巫女様方、守人様、わしらの目を覚まさせてくれて感謝しますじゃ。まだお礼を言うのは早いで。神獣倒して資料も見つけなあかんからな。これから風の社に行くんでしょ。無理をしないでね。あそこはカリナが昔。大丈夫やで、昔のうちとは違うんや。それに今のうちには頼れる仲間がおるしな。ラムコ、一緒に頑張ってくれるんやね。なんと、あれは聖獣フラミーではないか。ロングレンのみんなとうちらで気持ちを一つにできたから、ラムコも前に進む勇気を持ってくれたんや。みんなありがとうな。風の神獣と紫龍のことは任せて。バル、モートレア、パルミナ、ジュリー、うちらも早行こう。カリナ、気をつけてね。いつもながら勝手に突っ走っていく子やな。頑張れよと声かける間もあらへん。あの子ってば、いつの間にか谷のみんなを動かす風になって、旅の間で随分変わったみたいやね。ここら辺は嫌な風が吹いてるな。風の神獣を倒さな、ロングレンの風は荒れっぱなしや。紫龍はこの先へ向かったんだよね。早く見つけないと。ねえ、そろそろ紫龍って誰なのか教えてよ。せやったね。道すがら説明するわ。紫龍って人のこと聞くとそらされるんだけど。紫龍さんは村の語り部だよ。まあカリナとはいろいろあったんだよ。なんかよくわからないけど、人間はめんどくさいな。you
勢いなら乗って先に進めそうだ。蜜が溜まればいい商品と交換できそう。今ので崖の下の方に風が吹くようになったね。えらい雰囲気やけど風は味方してくれとるで。
私には何も。だが悪い気配ではない気がするな。もしかするとジン様が見守ってくださっているのでしょうか。
ちあっちの方から来たっけ。登ってきた道が分かりづらいな。慎重に行きたいな。今はもう進むだけや。私は鉄拳のみ。一度ジンの力を借りられないだろうか。探してみよう。僕もだよ。2体同時は厄介だね。よし、先に進もう。Thank you.
Come on.
コ、気分は大丈夫そう？あの神獣倒して、いつもの風を取り戻さなあかんな。どや！勇気を出したんだ。我々も続こう。行くぞ。神獣を倒してロングレンに穏やかな風を取り戻すんだ。ちょっと来るの遅ない？
実はこっそり後をつけていたんです。みんなが神獣と戦ってる間彼を守っていたんです。シリュウ、やっと見つけた。カリナ、助けに来てくれたんだね。本当にありがとう。そもそもなんで風の社に来たんや。ここは危ないってシリュウも知ってるやろ。風が荒れ出した原因が神獣だって証明するためだよ。神獣が封印されていることは語り部として知ってたから。神獣がおるのを知っとった。無謀なことしたな。風が荒れたことを巫女のせいにする人がいたから、僕はそれが許せなくて。ジン、彼を守ってくれてありがとうね。でも復活した神獣から人を遠ざけるのも君の役目じゃないの。本当に申し訳ないです。復活した神獣は暴風で周りをめちゃくちゃにしたです。大岩を飛ばされた時は進路をそらすので精一杯だったです。それで力を使い果たしてしばらく気絶してたです。ジンがいなかったらもっと被害が出ていたかもしれなかったんだね。ジン、ほんまにありがとう。村のために頑張ってくれてたんやね。いいってことです。でも村のみんなとカリナたちの気持ちが一つになったところはシリュウにも見せたかったです。へえ、そんなことがあったんだ。カリナとみんなが歩み寄れたみたいで嬉しいな。シリュウ、ここから先はロングレンに戻ってからにしませんか。積もる話もあるだろうし、我々は席を外そう。ジンは僕らと話そっか。旅の間のカリナのことをいっぱい話してあげるよ。おお、それは楽しみだすな。それじゃあみんなロングレンに帰るだす。風も随分静かになったな。まあこれも一時的なものやけどな。でもカリナが旅立ってから谷を行き交う風は落ち着いたんだよ。あの穏やかな風を受ける旅、僕は嬉しかった。フェアリーが巫女の指名に来た時、僕が逃げ出したことがあったよね。今思い出してもあんまり笑えへんな。カリナがマナの木から戻ってきてくれてよかった。君とあのまま別れることにならなくて本当によかった。なんやそんな大げさやな。カリナが風羅山へ向かった時、僕は見送りができなかった。巫女として旅立つ君を見るのが僕の夢だったのに。そんなん初耳やわ。え、本気でそう思ってた？うん、カリナに巫女になってほしかった。だから自分が選ばれたって思った時逃げ出してしまった。それであの時、カリナは昔から外の世界に興味を持っていたよね。僕の話を聞きたがってくれて語り部としても嬉しかったよ。この村は閉鎖的で外に出ることは許されない。だから君は風の巫女に選ばれようとした。でもうちは怪我で片翼をなくして。カリナはそれでも折れなかったね。そんな君が誇らしくてずっと応援してたんだ。だからシリュウは笑わなかったんやね。巫女を諦めきれんうちのこと。今度こそ旅立ちを見送ることができそうだ。だから戻ってきてくれてありがとう、カリナ。はあ、
むかって言われるとなんか照れるわ。ずっとうちの夢を応援してくれててありがとうな。ほんでな、シリュウに言われてうち改めて思って、世界を冒険することめっちゃ楽しい。まだまだ冒険したりんわ。シリュウに教わったことがあったりなかったり、話したいことも聞きたいこともいっぱい増えていくんよ。ラムコと一緒にもーっといろんなところに行きたい。世界中を隅々まで見るのがうちの新しい夢や。これからも応援するよ。世界中を旅するカリナの姿を楽しみにしてるからね。ラムコ、そろそろ行こか。夢を叶える前にやらなあかんことがあるからな。行ってらっしゃい、カリナ。ほなな、シリュウ。また会おうな。ねえカリナ、シリュウってどんな人？うちのことずっと応援してくれとる友達や。ようやく君から聞けたよ。よかったね。うん、ちゃんと話せてよかった。ありがとな、ジュリー。準備を整えよう。